もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。資金どっから来てんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ。それにこの客は何なんだ。なんでこんなとこで買い物を。あれを見ろ。ファッションショー。ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか。知らねえのか。あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている。セリだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで。あ、もしかして盗品をさばいてるのか。そんなせこい話じゃない。規模がちゃう。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって。それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。本物と全く変わらないものを作って売りさばく。世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。世界最大のフェイクマーケットか。あのバイヤーたちもそれを知ってるのか。もちろん。しかも連中は真っ当な表社会の会社員。全く同じ偽物って価値あるかな。お前たちもよく知ってるはずの百貨店のバイヤーさ。全く一緒なら本物の方が良くない。日本やアメリカ、世界各国から買い付けに来てる。ってことはここで買った偽物が百貨店に並ぶのか。本物よりは。ああ、バイヤーは本物と偽って百貨店に卸すのさ。本物との差額は全部バイヤーの懐に入るってわけだ。まあそういうことだな。その額は一度の買い付けで数千万円にもなる。どんな一流バイヤーだってそれだけの誘惑には勝てねえだろう。かたや客はそんな真相はつゆ知らず、何の疑問も抱かず偽物に大金を払う。まあ、けど本物と変わらんのやろ。いいんだよ、買った品物が本当に本物かどうかなんて。大抵の客にとって大事なのは有名な百貨店で高額ブランド商品を買ったっつ行為に酔ってるだけだ。しかしこのバイヤー連中は一体どこから入ってきたんだ。あんな身なりであの下水道を歩いてきたってのか。客には客の入り口があんだよ。まあそりゃそうだよ。詳しくは言えねえかな。ディスプレイにあるのも全部偽物なのか。ああ、この奥に24時間稼働の工場があってな、そこで作ってるんだ。なるほど。上のホームレスをそこで働かせてるってわけか。ご名答。賃金はわずかだが第五地区内で生きていく分には不便ねえさ。たまげたのは確かだがよ、肝心の千歳ちゃんはどこにいるんだい。ここには見当たらねえぞ。奥を探してみるか。ローマンに言われたってな。ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったんだ。警備が来てもおかしくないよな。おかしいな。Roman! Hey, who got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big.
Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it how exactly? やられるな。Roma! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Vendejo? I take it you're no ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち千歳ってこう探してるんだ。名前出して大丈夫か。心当たりねえか。Kill him. Let's go. さっさと始めようぜ。残念ながらレベル差がな。早くボス死にかけた。俺の番か。ボス死んだ。ガンガン行くぜ。一旦引くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥で。そうだけどよ、マジで突破するのか。全然飛び道具使ってこの奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、わかったよ、やってやら。一番だけでもなんとかなるだろうに、キリュウちゃんがおかげで。やんのかこの野郎。全く怖くないな、精神的にも。ほら、この辺りの連中は一通り片付いたな。ここまで来たら後には引けねえ。行くしかねえな。ええ、頼りにしてるぜ。アイテム落とされたらちょっと周り見るわ。まあけど光ってないからないか。すげえ暴れてるけど。
アイテム探すのもええかな。いいコンディションだ。どうした？行くぜ。行くぜ。巻き込め。俺の番だな。どうした？やるぜ。準備はできてるぜ。金庫あるけど鍵ないんだよな。開けてみるか。やったぜ。この辺の装備も一切だろうな。ランニングシューズか。ランナーのホットマン、さっさと始めようぜ。行くぜ。だけだと倒せんかった。さっさと来い。ぶちかます。ほら来いよ。どこまで続いてんだい、ここ。わかんねえ。あれあれ、ここへに来て。キリュウさん。初めて言われてるとこ。大丈夫ですか？見せたな。やべえ、また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone! They've gotta be in here! Find them!
are you doing? Let's move! Right. すまないな。足を引っ張っちまった。それはいい子の足で。でもよ、どうする?当てもねえまま進むのも、もう限界じゃないか?そうだな。随分とお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる?何日ぶり?千歳ちゃん?千歳って、じゃあこの女か。お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達?千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだ、この野郎。あんたどうしてここに。地上部分ならともかく、なんでこの地下に。そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うと、バラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる。何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことが。何それ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを。茜さん側の人間なんだな。カスが覚えてるか。病も確か。ええ、茜さんを探してた。パーティー構成員。どういうことだ。ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか。美人だしな。わかった。じゃねえのか。ちょっと。そうだ。そうね。じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前。本当にメイドだったんだ。もう12日前か。茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったら、ただのメイドがここまでやったってこと。中には誰もいなかった。茜さんが休養で出かけたのかと思ったんだけど、どっかの組織のやつがメイドとして。その次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか。いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。そうなんだ。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか。なのにあんたはあの家で何してたんだ。茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々。
だからそれをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか。そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろう。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それはなんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。けどこの口約束に何の意味もないよな。千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？なんだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ええ、多分仲間になりそうな感じだけど、全然全面的には信用できねえな。もういいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。宮か。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか。まあちょっと一般人ではないということか。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら。けど別にこの潜入するようなプロじゃないってことやんな。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから全然信用できねえな。春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。ああ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。ちょっと無理ない？そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。これは結構言われるよな。
と。ああ、あんたが春日をはめた経緯までは分かった。ちょっと嘘くせえと思ってるけど、次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。なんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私、ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ、アカネさん？これにはアカネさんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイもアカネさんを探してたな。どういうこって？なんでマフィア連中がこぞってアカネさんを狙ってんだ？わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダがアカネさんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたらアカネさんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。急にやる気になった。桐生さん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。あ、話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。アカネさんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だってアカネさんを心配してる。アカネさんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ大体何しにハワイに来たんか。死んだら元も子もないから。留学生のヤバくなったら退却するわよ。学生じゃねえの？オーケーだ、よろしく頼むぜちーちゃん。何それ？千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。7では結構モテてたけどな。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。春日、形前後かな。そんな進むなって言ったろ。俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。体が軽いな。復活したんか桐生ちゃんは。
重ねセーブはせん方がええな。あれ千歳どこ行ったん。パーティーに結局まだ入ってないな。戦えんのか。ちいちゃん、店の道具からなんからで女の子が味方になるなというのは分かってたんだけど、ビビってんのか。相手してやる。うわ広いな。うんうん。で MP は60。どうした。マージャンやりに行った時とかにパーティーが4人になることももう確定してたけど、人数が足りないから今はこの宅でできないみたいな表記あったし、仲間は増えるんだろうなと思いつつも装備撃ってきたから、あれあれあれ、え、よう。あれ、あの仲間になった時の音でんってことはまだゲスト扱いな。ん？できるな。何も足そうかな。黒帯でええか。何でもできそう。ダッシュボタンこれか。ちょっと竜が如くこの反応遅いんだよな。歩いた方がマシか。春日だけやんね。難しい。気ぃつけろよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを測って一気に抜けろ。警報が鳴るとかじゃなかったんだな。あの相手もええやつかな。
痛い痛い痛い。警報も何ももう侵入してんのはバレてんだ。ここ最悪だ。大したアイテムじゃないな。私の出番ね。銃持ってたのにな。気分が乗ってきたぜ。うん、お。お。私の出番ね。直線並んでる。開けてみるか。持ってた。開いたぜ。ジョーカーだけど、ここで取れるのさっき変えたやつの方が強いんちゃうか。やっぱりな。このパンクジョーカーいつ手に入れたのか覚えてないけど。かかってきやがれ。よし、
俺の番だな。どうした。行くぜ。腰抜き野郎が終わらせる。俺の番だ。私の出番ね。ぶちかます。セキュリティエリアは抜けたみたいね。ちょうど一息つけそうな場所だな。少し休んでこぜ。ちょっと飽き始めてたとこだった。ここは例のショッピングセンター。バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに。今なら連中もいなさそうだい。一気に突っ切ろう。てか自由にここ歩くの初めてか。To our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. 誰でやんか。そう、2人じゃなかった。最悪なファッションショーだぜ。偽物にしやがって。さっさと片付けるぞ。巻き込めんかったか。よし。行くぜ。金玉の攻撃力がだいぶ上がったな。でもやはりキリュウちゃんだ。私の出番ね。帰るんだろう。最後までは無理でも終盤まではいけるかな。スーツで戦うなんて絶対に動きづらいな。俺の番だな。俺の番か。寝てろ。よし、やるぜ。ビビってんのか。さてと、私の出番ね。仲間の仲間が増えるのは知ってるけど、そうなってくるとキリュウちゃんと別れかもなってちょっと思ってる。 And now the grand finale. Put your hands together for our top model extraordinaire. Showtime's over, boys and girls.Say your prayers. Yosh. Ore no ban da na. Gangan ikite.
行くぜ。私の出番ね。吸収が早いのよね。乗って。どこに続いてんだこれ。着いてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え驚いたでしょ。の偽物なの。創業100年を誇る老舗ホテルよ。続いてたってこと。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地区がこんなところに繋がってたなんてよ。繋がってるってことは本物のホテルなんやよね。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ。地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこの中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。It's you! Hey! It's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ？もう見つかった？いや、見つかってないわけないよね。Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ！正面突破だ！ What the look of your mother?かかってきやがる。よし。あれ、まだそんな絆深くないはず。絆つい出てるのな。飛龍ちゃん強え。俺の番だな。こうねえのか。やるぜ。どうした？私の出番ね。この調子でさっさと行きましょう。探せばアイテムあるかもだけど、いい調子だ。さんざん取ってきたアイテムだな。We can beat your ass。かかってきやれ。私の出番ね。俺の番だな。どうした。何？ぶちかま！ビビってんのか？
番か。ちがちょっと途中途半端だよな。よし。また成長しちゃった。財閥令嬢職業。この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、ちーちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？本当にな。何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ。なんとかするって。はあ、いいんだよ。ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。ここで敵がおっても不思議ではないけど。どうした、ちーちゃん？ごめん、道間違えた。え？ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く。おう。ここで裏切るかどうかは置いといて。信用できんのは全然ある。今度は行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか。隠し扉だろうな。そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。一般用エレベーターで行きましょう。上まで行けるわけはないよな。この隠しが上まで行けるのかどうか知らんけど。調子出てきたな。かかってきやがる。よし。興味を持つか。ほら来いよ。行くぜ。次は相手にならねえ。ちょっと他の3人はレベル差で強いの分かるけど、ちーちゃんが強すぎん。ゲッ。本当に毒なら出てくる必要なくない？わかりました。戦闘準備完了。くそ、立ってるだけで体力が削られちまう。こりゃ早いから続けて部屋を出るしかねえな。体が重い。出れんようにしてほっといたらいいな。くそ、上がらねえ。あれ、まだおる。しんどい。調子出ねえ。来ない。どう
夫。写真の出来じゃねえか。そこら中ガスでいっぱいね。走れ、カズが。もたもたしてると、あっという間にあの雪だ。なんかあったと思ったけど、このアイテムを取ってる場合じゃねえんかな。やんのかこの野郎。ミスったらごめんね。なんとかやっか。先にガスは漏れてねえようだな。開けてみるか。やったぜ。まあこの辺の装備じゃどうにもならんと思ってるんだけど、マダムの火除けをなぜかかぶってるっていう。まあ何手に入れた？なんとかソウル装備じゃねえか。あれ